水古伝水古伝108世一覧表、公領公領は中国の小説で読んだ駅書の一つである水古伝の登場人物。地境星の生まれ変わりで、梁山白第63位の高官。あだ名は、独火星で、不吉な意味を持つ火星と、兄、広明よりも短気な性格が相まったことに由来。中国文学者の高島敏夫は、書籍、水古伝人物辞典にて、 兄ともども名前は、諸葛孔明をもじったものと指摘しているが、死望の片鱗も見せない人物である。元は、青州の白古山の麓に住む金持ちの息子であり、喧嘩好きで兄の弘明ともに手下を引き連れて、地元で暴れ回っていた。殺人で逃亡していた倉庫をかくまい、弘明と共に、彼から暴術を習う。ある日、居酒屋で暴れている、行者風の大男と揉めて、 喧嘩になるが、逆に大怪我をあされた上に、谷川に落とされてしまい、そのまま自分の屋敷に逃げ帰った。そのことを広明に話し、仕返しすべく、広明と共に手下を引き連れてその男を探しに行った。そして、広明がその男が酔っ払って、川に落ちていたところを発見し、引っ張り上げてそのまま捕らえて、自らの屋敷に連行する。しかし、 走行によってその大男は虎を殴り殺した、竹松であることを知ると、あてて、縄を解いて謝罪し、彼を手厚くもてなした。そして、二流山に向かう竹松と清風鎮へ向かう走行と、別れを惜しみつつ見送った。その後、父が亡くなって、兄と共に豪欲な土地の金持ちとさかいを起こし、その金持ちの一家を皆殺しにしてしまったため、やむなく、 家族と手下を連れて、白子山に立てこもり、山賊業を制業としていく。しかし、数年後、青州城内に住んでいたおじが、山賊の親戚だという理由で、青州知事の母用彦達に捕らえられたことを知ると、すぐに広明と共におじを救うべく、手下を引き連れて、青州城を襲うが、東華山と二流さ山の山賊討伐をしていた、古縁釈が知らせを聞いて引き返してきてしまい。 ヒロアキがコエンシャクにわれてしまうが、自身は白子さ山に何とか逃げ帰る。その後、東華山と二竜山と協力し、さらに両山白も加わって、青州城を攻めてコエンシャクを捕らえ、神明が母用彦達を打ち取って、青州城を陥落させ、ヒロアキとおじを救出し、そのまま、ヒロアキと共に両山白に加わる。入山後は、 広明と共に中軍を護衛する、不評軍行省に任命される。その後も、広明と共に行動し、北京攻め、東らし攻め、東なる伏攻めなど多くの戦いに加わる。朝廷招き案号も、広明と共に行動し、両国戦やタトラ、王家討伐に参戦するが、放浪討伐の蘇州攻めで、根山へ向かう途中に船から落ちて溺死した。ありがとうございます。